ネル始まるよ。みなさん、どうも、ももみチャンネルのももみと、トッピでーす。イエーイ。今日何するの？今日は、なぞなぞをします。晴れた日に後をずっとついてくるものは何だ？パパじゃない？もみのパパじゃない？ずっとついてこない？じゃあ、答えます。もう？ヒント1、はい、最初につくのは、はい、かは、は、わかったぞ。何文字ですか？はい、せーの、5字。ピンポンピンポン。晴れて走ったりジャンプしたりしてもずっとついてくるよね。じゃあ今度は胸の中に住んでいる鳥はなんだ？みんなの体の胸の中には心臓っていう大事なものがあるよ。いくよ。はい。レの字を取ると赤ちゃんのパンツになっちゃう食べ物なんだ？レを取ると赤ちゃんのパンツ？ヒント。ヒントちょうだい。はい。おが先につくや。ももみちゃんは履いてないの？レを抜くとどうなるかな？は？おのおかゆ？おかき？おはぎ？むちゅ？ピンポン。オムレツからレを取ったらおむつだね。最後の問題。はい。1年生漢字なぞなぞだよ。はい。1を書き足すと大きくなる字はなんだ？答え言ってもいい？まだ考えてるんだけど。いくよ。はい。人足す1をやると、漢字知らない私。あとでパパに聞いてみて。うん。なぞなぞ楽しかったかな？また見に来てね。バイバーイ。バイバーイ。鉄棒回転しまくりりんさん、名探偵コナソさんの提供でお送りしました。